ぬくもりチャージとは、浴槽のお湯の熱をタンクに戻して沸き上げの電力量を節約します。最後の入浴が済んだ後、操作してください。浴槽のお湯が循環口より10センチ以上あることを確認し、メニュー画面を表示させ、ぬくもりチャージ開始を選び決定を押します。1分から5分でぬくもりチャージを開始します。ぬくもりチャージはタンクのお湯の温度を判定して自動で停止します。中止するときはメニュー画面を表示させ、ぬくもりチャージ中止を選び決定を押します。